スナボーイ。皆さんどうも、こんばんみ、ツナボーです。今回はそうこのキノコたっぷり炊き込みご飯の作り方をね、なんか教えちゃおうかなーって思います。めちゃくちゃ簡単ですが、なんか一つ工程を挟むことで素敵な感じになるので、ぜひやってみてください。それでは張り切ってどうぞ。今回使う食材はこいつ。椎茸、しめじ、舞茸、お米、人参、おネギ。調味料は酒、みりん、醤油、本だし、おみつ。以上。それでは早速作っていきましょう。まず洗ったお米を浸水させておいてください。夏場は30分、冬は1時間くらいです。その間にしめじは石突きを取って手で裂く。舞茸も同様。椎茸は一番下の硬い部分を切りスライド。軸も捨てずに使うぜ。人参は千切りにしてくど、とい。そしたらつったら、ここでキノコだしを作ります。お鍋にお酒、みりん、おみつ、本だしからの切ったキノコ。一度沸騰させたら弱火に切り替え、15分程度コトゥコトゥさせながら芝原色にしちゃった。鍋にそのままぶち込みスタイルでも美味しくできますが、一度キノコのみで出汁を取ることで、より一層深みのある炊き込みご飯が作れると私はそう感じております。皆さんはどう思うか知りませんが、時間になったらザルに開けます。キノコは最後に加えるので保温した状態にしておくぜ。お出汁の中には醤油大さじ2、ちょっと塩、ちょい味付け濃いぐらいの方が炊き込みご飯は美味しいと思います。炊飯器の方は水気を切った米を入れ、2合の線まで。鍋で炊く方は 450cc ぐらい。もし煮詰まりすぎて汁が足りなければ水を足しても OK です。あとは上に人参散らして炊くだけ。 Very easy。 今回私は鍋で炊くぜ。一度中火で沸騰させ、中から沸いてきたら弱火に切り替える。安らかに眠りてまえ。あと12分待ちます。時間になったら10分程度蒸らして、最後にキノコとおネギも加え混ぜ込みの素敵な炊きご飯なったのる。これだけでいつもよりちょっと丁寧に作ったキノコたっぷり炊き込みご飯は、キノコのみでお出汁を取ったから、より一層風味が感じられる味わい。あとは特に感想ありませんが、とりあえずこの一品はまさに、そう、これだ。皆さんもぜひ作ってみてね。今回少しでも焼けたら、ねるちゃん登録、ボタングッドもよろしくお願いします。そしてインスタグラマラス、ツイッターもやってるので、ぜひ遊びに来てくだーっと。い、それでは皆さん、この後またトゥメでお会いしましょう。さよなら。ツナボーイ、今日の晩ご飯は何かな。ツナボーイ、料理のポイントを教えて。ツナボーイ、初めてカレーを作ろう。ツナボーイ。